どうもっちーでーす。今日はですね、前回あのネザーの要塞でブレイズロッドを取ってきたので、醸造台を作ってポーションを作ってみようと思います。じゃあ早速ですね、まずは醸造台から作っていきたいと思います。まず醸造台は確か僕もあんまり Wii U の時はもう勝手にパパって材料があればできるので細かく作ることはなかったんですけど、あ、できましたね。これだけです。これでとりあえず今回はですね、3個作ります。でここに醸造台を3個置いていこうと思います。で次がですね、大釜が必要なんですよ。なので大釜をですね作ります。これ1個ですね。鉄もですね、だいぶ鉄不足解消されてきて調子いいです今。はい、これ大釜ですね。で大釜の中には水を入れておきます。で次がですね、ポーションを作るのにガラス瓶が必要なのでガラスを使って瓶を作っていきたいと思います。瓶はこんなもんですね。はい、これでガラス瓶できました。ではですね、早速ポーションを作っていきたいと思います。まずですね、ガラス瓶の中に水を入れます。これで1個水入りのガラス瓶ができました。まあ、この時に大釜ここにあるといいんですよね。これ確か3杯分ぐらい入ってるみたいです。でですね、まずガラス瓶をここに置きます。あ、忘れ物してきたので取ってきます。はい、ネザーウォートを忘れてたので取りに行ってきました。そしたらですね、ここにネザーウォートを置きます。これがなんか全ての原材料になるらしいです。あとブレイズロッドですね、をですねブレイズパウダーにしておきます。でこれが全部の原材料の作り方ですね。まずブレイズパウダーをここに置きます。そうするとこういう感じで作れるようになるみたいですね。はい、これで原材料ができました。で今回はですね、何作ろうかな。ちょうどマグマクリームがあるので耐火のポーションを作っていこうと思います。耐火のポーションはですね、まずマグマクリームをここに置きます。であとはブレイズパウダーはまだ多分ここに残ってるので大丈夫ですね。このまま作れちゃいますね。はい、これで耐火のポーションができました。火炎耐性3ですね。これでマグマの中で歩いても、まあ、死ぬことは3分間はないって感じですね。あとは火に強くなるので結構非耐性に効果的ですね。で今回はですね、この耐火のポーションにさらに効果をつけていこうと思います。それがこちらですね、レッドストーン、ここに置きます。ちなみにこの耐火のポーションですね、確か火とか溶岩、雷の、あとブレイズかの弾とかですねに対して無効化できるっていう効果があります。はい、今もできましたね。これで耐火のポーションがさっき3分だったんですけど8分まで延長しました。8分あれば結構生きながらえるんじゃないかなと思います。あ、これもったいないな、結構使えるんだね1回やるとね。僕もあまり詳しくはないので分かんなかったんですけど、一回このブレイズパウダーをセットするとまだ1個のパウダーで結構長いこと使えるみたいですね。一応こんな感じでですね、いろいろなものを作ってどんどん効果をつけられるっていうものになります。ちょっと今回ですね早かったんですけれども、まあ、これからですねこのポーション、暗視のポーションとかもあるので、まあ、夜明るく見えるとかですね、あと水中とかでも明るくなったりとか、あと水中呼吸ですね、水の中で息ができたりとかいろいろ効果つけられるので、まあ、これからどんどんこれも活用していきたいと思います。はい、今回はですね耐火のポーションを2段階ですね8分まで延長して作ってみました。と今後ですねこの他にもいろいろ作れるんですけど、まだ材料がないので今日は前回たまたま取れた
もので全部作ってみたんですけれども、これからですね材料いろいろ集まってきたら違うものもどんどん作っていこうかなと思ってます。はい、じゃあ今日はですねこれで終わります。バイバーイ。